ダイナマイトミキと申します。自分自身も歌を歌っております。でそれと別に、まあ、ボイストレーナーとしても今いろんなところで、指導させていただいております。で生徒さんもいろんな方がいらっしゃるので、まあ、あの大きい声を出したい、それから高い声を出したいとか、それから発声の基本を学びたいとか、まあ、そういういろんな方いらっしゃるし、あと例えばずっと若い時歌いたかったんだけれども今50代になってからジャズを歌いたいですなんていう生徒さんもいれば、最近の流行りの J-POP を歌いたいっていうお子さんもいらっしゃいますし、まあ、様々な生徒さんがいらっしゃる、そういうボイストレーナーをさせていただいております。でよくあるのボーカルとかボイストレーニングって言うとハハ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 っていうのを皆さんイメージされるんですけど、そういうことももちろんあのやれますですが、あのその時に集まられた生徒さんがどういったことを、まあ、まず目標にされてるかっていうことをある程度伺って、でその辺も踏まえて体作りから呼吸、そしてそこからそういう音の出していくトレーニング、スケールトレーニングなんかをやっていきます。歌う楽しさとは何ぞやそれはね、これもう歌いたいって言ってここにわざわざ来られるっていうってことは、もっと上手くなりたいとか何かがこう違うのかなって、ご自分の中で歌うってことはもう楽しいってことを知ってる方がもっと楽しく歌いたいって大体来られるんですよ。なので、まあ、それのお手伝いをさせてもらうんですけど、大体ね、あのどこか体がこう自由に歌うにはちょっと自由じゃなかったりとか、どこかが固まっていたりとか、そういうことが起きてるだけなので、なので体をね楽な状態、解放してあげるっていう状態だと大体より楽しく歌えるようになります。で普段はね意外と体解放されてるのに、歌うってなるとスイッチが入れ替わっちゃって、例えばそれまではあーって楽しく歌えてて、おーいなんてね、お友達呼んだりとか、それから例えばレストランとか居酒屋でもいいんですけど、もうお腹ペコペコとか喉カラカラっていうのに、なんだかざわざわしてて、いつまでたってもウェイトレスさんが私たちのテーブルに来てくれない、さあそんな時あなたはどうするって時に、すいませんとか、おーいとかね、そういう声は絶対スコーンって出るんですよ皆さん。なのに歌うってなると途端にスイッチ入れ替わっちゃって、おーとかうーとかなんちゃって出なくなっちゃうと。なのでじゃあそういうの取っ払ってですね、まずはその方のもともと持ってるいい声っていうのを磨いていくように、私はお手伝いをして引き出しをしていきます。そうすると、あ、なんだっていうような発見は結構あります。それは伝えたいって思う声があると、その思いがあるとパーンってそういう声って体がピピピピってそういう声を出すようにできちゃうんですね。だそういう声をあの歌にも引き出していけるような形を取っていきたいと思います。伝えるというのは最終的にね、こう感動させるとか、聞いてくださる方にこう何かお伝えできるなんていうことで、つながっていくことにもなるかなと思います。それを見せてもらうと、あ、歌うってこんなに楽しいことだったよねとか、歌うってそうこんなに素晴らしいことだったよねということで、生徒さんを通して私は見せてもらってるんですよ。でそれでまた感動しちゃって、もうこっちが泣いちゃうぐらいね、感動する歌を歌う生徒さんって結構いるんですね。でそれはね、上手い下手じゃないの、これがね面白いとこですね。単純に歌うこと自体も楽しいことなんですよ本来。もう何も難しいこと考えずに、ただ口からメロディー歌うだけでも楽しいことなんだけど、そこに表現するとか伝えるとか、自分の歌ったことでそうやって感動してくれる人なんかが出てきたら、何かを感じてくれる人が出てきたら、それはまたね戻っていくんですね自分に。でそのねやり取りでね、どんどん自分が成長できるという、ここに醍醐味を感じてしまうわけです、うん、あなたも体験してみませんか、その感動を